ロレンツォ・ディ・ピエロ・デ・メディチは、イタリアのフィレンツェの選手、ウルビーノ公。ニッコロ・マキャベッリの君主論はロレンツォに献上された。ピエロ・ディ・ロレンツォ・デ・メディチとアルフォンシーナ・オルシーニの子として、フィレンツェで生まれた。父方の祖父母は、ロレンツォ・デ・メディチとクラリーチェ・オルシーニである。1516年、叔父である教皇レオ10世により、ウルビーノ公に叙任された。それまで、ウルビーノ公であったフランチェスコ・マリーア一世から、皇位を短期間だが奪取し、ロレンツォは1万人の兵を擁する司令官となった。ウルビーノ戦争と呼ばれたこの戦いで一旦負傷してトスカーナへ退却するが、同年9月のうちにウルビーノ公領を再獲得した。1518年6月、オーベルニュ伯女マドレーヌと結婚。翌年4月に、長女カテリーナが生まれるが、その21日後にロレンツォは梅毒で急死した。これにより、ウルビーノ公にはフランチェスコ・マリーア一世が返り咲いた。後にカテリーナは遠縁にあたるローマ教皇クレメンス7世の政略により、フランス王アンリ2世妃となった。ありがとうございます。